よいしょ、宮迫さん。じゃあもう 僕と大輔君の若気の至りの話を、うん、もちろんお互い結婚前で、そうですね、これはその時あの彼女もいませんで、まあちょっと昔あの天然素材というグループをやっておりまして、はいはい、まあ、その時にちょっとあの浮かれ人気がありまして、キャキャ言われてて浮かれてたのもあったんですけども、まああの東京出てきまして、東京で何かして遊ぼうかと、はい、大輔実は東京には SM ホテルなるものがあるらしいぞと、うん、僕探そうと、うん、ありまして、あるとこに見つけまして、一緒に行ってみんかと、その当時一緒によく遊んでいた女性ね、お互い別の女性をね呼びまして、4人で SM ホテル入ってみようじゃないかと、まあまあ遊び心ですよ、でまあまあまあ行こうか言うて、こうその時入ったのが名前を生体実験の部屋っていう書いてました。普通のホテルも結構高いんですよ、まあまあね、なんとか金ひねり出して入りまして、ほんでも入った瞬間にも白衣がナースの格好と白衣の置いてるんですよ。ほんであの病院のベッドみたいな、足開いて寝るようなベッドみたいなのがありまして、じゃ あのどっちかのカップルがあの医者と医者やって、医者と看護婦さんやって、どっちかが患者とあの奥さんと旦那さんやろうかって休館入ったみたいな設定でいろいろ遊ぼうやないかって言いながら、僕がじゃんけん勝って、僕があの先生白衣着て、看護婦さんもうすでに父出てましたからねその時点でもおかしかったんですけどそうですね父出てるかなとか言いながらもキャッキャしてたんですよ、うん、でもいろいろ遊んでもキャッキャ言いながら、もうそれもなんか可愛らしい遊びですよ、キャッキャ言いながらおっぱいがどのこの言って触診やとか言いながらうわー言ってたんですよ。で散々遊んでもうそろそろ寝ようかと、でベッド1個しかないですから、もう川の字に4人一緒にこう寝てたわけですよ。で夜中ですよ、ガサゴソガサゴソ、見ええからもうええけど眠気ちゃう来いとか言って声がするんですよ。ふっと目覚ましたら、僕の横に寝てた大輔くんカップルがいないんです、うん、ふっと見たらお風呂場の方に行くんですよ、うん、でそこはちょっとやっぱ SM ホテルなんで風呂場はガラス張りで丸見えなんです、はいはい、しかもお風呂が変わった形をしてまして、ボールあるでしょ、ボール状になってて透明なんですよ、そういうお風呂なんです、ほんでそこになんかちょっとお前裸になって入れと、なんか面白さを見とこうってこう見てたんですよ。入る、ええから入るって、ちょっと待てっつって、横にね業務用のローションが置いてあったんですよ、業務用よく滑るようにするためのローションが置いてあったんですね、はい、それをこうタプ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 ほんなら もちろん女の子入った瞬間にドローン滑るじゃないですか、うん、まあねね滑ってる女の子の肩を持ってね、こうドローンってこうドローンクラッドローンクラッドローンって女がもうグルンドルンしてるからドローンそりゃそうでしょ、俺ちょっと何をしてんねやと意味が分からないですよ、うん、何をしてんねや大輔はとドローン言いながらね、ずっとねもう片方でやってて、片方の手はずっとね下の方をこうしてまして、こうドローンドローンもう下はね、下の大輔の息子さんはねもう8キレンばかりに出たんですドローンドローン、最後ね思いっきりドローンやったら女の子が外にブリーンって飛び出して下地面にビターンなった瞬間にアホガーイって言ったんです。なんでその話すんの。いけるかな。いけるかな。ないもん。なんでその話なんですか。事実なんですか。事実です。じゃあ言いましょう。じゃあ言っていいでしょう。未だね。誰があれで興奮したのか未だに分からない。あの瞬間に大輔の底が見えないと思ってこの人は S でも M でもない D だって大輔の D 大輔俺自身だってそうですごいなまさかそんな話されるとは思いませんでした。じゃあいきますね、はい、おいあ、はい、ちょっと不思議な話なんですけど、はい、いいですね。僕あの大輔さんとアンギャーっていうライブをやらせてもらって、これ全国の各都道府県もあるんです。
さっきあの四国の話だったんですけど、はい、九州行った時なんです。九州の何県かちょっと僕もはっきり覚えてないですけど、うんうん、そこにあのパッと飛び込める温泉があるんですよ、うん、であのそこでじゃあ行こうかみたいな、うん、ああ行きましょうって言って行った時に、大地さんってあの皮がかぶられてるんですよ、うんうん、はい、でその時でも2人やったんですよ、うん、で2人で風呂入ってあのスタッフの人ちょっと写真とか撮ってもらってこれライブで喋ろうここの温泉の感じ、うんうん、とか言ってるとこに1人入ってこられて、うん、それで結局あのトラックの運転手さんやったんですけど、うん、本当にあの浅黒くて、うん、体がもうめちゃめちゃごつくて、うん、本当にムキムキの、うん、ほんであの短髪で精悍な、うん、ほんま、まあ失礼ですけどあの本当にあの芸雑誌の表紙になりそうな人が入ってきたんですよ、うんうん、その時にチャッて音聞こえたんですよ。あれ何このチャッていう音ってパッと大輔が見たらなぜか向けてたっていう。もうええわお前、何回言うねん。俺らむくむかへん、何回言うねん。むくむかへん、何回言うねんっていう話。何やねん、スライダーの手つきになってますから。あれ何やってやろなっていうこのたくましい人入っててもチャーは何それなんでそういうチャーがいるんやろな。どっちのチャーやってんやろ。礼儀礼儀。あの僕大輔さんとあのアンギャーというね全国であのトークライブやらせて、はい、あの各都道府47都道府県行って、そこのなんか観光名所とか行ったりしてそのことをその地元の人前で喋ってみるみたいなそういうライブやらせていただいてるんですけど、本当全国回っててある場所であのパッとこう飛び込んで入れる温泉みたいな、うん、そういうのがあったんですよ。でそういうの先行こうか言って、うん、ライブ前に、うん、で行ったんですよ。で2人で温泉何の話しようとしてる。温泉で温泉温泉に行った時あの大輔さんってあの皮がかぶってるんですよ。言うなよお前テレビで。ああそう、普通の時、はい、皮がね、覆われてるタイプの感じで、で行った時に大学生の男の子が4人ぐらい先入ってて、でパッて僕ら見て、あ宮川さんみたいな、うん、あケンコバみたいなって、うん、で大輔もおーみたいな、で言った時一瞬だけなんかチャッって言う音聞こえたんですよ。チャッあれチャッって何やろパッて見たら大輔さんあの皮がむけてる状態になってて。多分なんかチャッとこう戻し合ったって何の話してんだよ。男らしいものになってたんですよ、子供っぽいものが。大学生の前で、はい、あいつも応援してますみたいな。おお今日もこの後ライブやから見に来てくれみたいな。、はい、ありがとうございますってその4人は出て行った後にほんまコントみたいにあの全身和彫りの人がガーッ入ってきたんですよ。うわっと思って、あんまりこう顔さしてあれでもあれやから、うん、あのもう、うんおとなしくしとこうと思ったら、うん、もう一回チャッて音聞こえてます。俺何やこれチャッて思ったら、大地さんズルズルに被ってる状態に戻してて。まずそのチャッて言う音せえへん。まずそんなもんこれだけがやめろ。ちゃっていうディフェンス力がエグいやん。でもほんまにもうそれはあの犬が腹見せてる状態のような感じで、もう僕はもう僕は敵ないですよ。弱い人間ですよ。それをそう受け取ってくれるから。それがそうやから出てるって敵やるってことだ。向こうも別にほなええわと思って防御してるからええわと可愛いやっちゃうからね。まあ、結果優しい方で全然大丈夫です。それを大好きで何でか嗅ぎ取ったのね、その話をするんか。いやもうすみません、もう皮かぶってるとか言われたないですよテレビ。シャッとか一瞬で戻しゃべってシャッとすみません、よくやってるよ。こんなもんですか。こんなもんや。慣れたもん。何それ、すげえな、見てみたいな。出てない。あ、木村さんちょっと今日は多めですけどね、打ち上げとか飲み会が一つの話題でもう全然盛り上がらへんかったっていう、途中からその話ばっかりになって全然思んなかったっていうんですけど、品川が言い出しよったと思うんですけど、なんかある大河だかなんかの誰かのセリフで、うん、淀殿も淀殿ならねね殿もねね殿だっていうセリフがあったらしいって、それをみんながこぞって言うんですけど、言えないんですよね。淀殿も淀殿もねね殿もねね殿
いや今ちょっとなんかおかしいみたいな、それがもう3時間です全然思んないもうええもうええやん、言えんでもええしそんな嫌いやからな、よろしいやん、違う話嫌いやから3時間やん、酔ってくるから余計言われへんやんだんだん言えるわけだから、最終的にそのセリフがおかしいってなって、ヨドナもネネドナもおよしなされにしたらいいのにね、なんやそれセリフ変えんなよ俺一回目言えてたやん多分、今ちょっとあれやったけど腹立ったんですよ、来ました、来ました、何これ、これ下手したら今日出ない人いるかも、出ない人いるかも、複雑な気持ち、まあねこれねちょっとね僕どうかなとも思うんですけども、はい、昔大阪時代に、はい、まあ僕らちょっと大阪でこう売れ出した頃に、はい、まあじゃあダウンタウン番組やらしたるよ言って、はい、で正月番組をね、はい、なんかこうなんでしょうコメディで、はい、なんかこうてなもんやみたいな やつかな、はい、そのこう江戸時代劇ものの、はい、なんかこうちょっとこう寸劇みたいなあって、はい、で僕の役が二役やったんですよ、はい、でそのなんか殿様の役と、はい、なんか町人の松五郎みたいな、でこれ二役で早着替えみたいなのもある言うて、でまあいろいろ吉本の芸人さんもいっぱい出てて先輩もいっぱい出てたんですけど、その中でまあそのゲストでですね、もうすごい大先輩ですよ、まあ方ある方がねおられたんですよ、でリハーサルやって僕らももう緊張しながら、その大御所のそのねゲストの師匠がいらっしゃいって来て大御所ですね、あよろしくお願いします、でもう前日リハーサル室でリハーサルですよ、でそんだけの人ってなかなか集まれないですから、結構12時ぐらいから夜の、でもみんな眠たいな言いながら、まあ明日本番やし頑張らなあかんなってやったんですよ、ほんで、じゃあリハーサルしますって代表片手にこうリハーサルやるんですけど、そのまあ師匠がね、はい、よっしゃ松五郎出てこいみたいな、はい、僕バーッ出てきて、はい、殿様殿様でまた僕こう早着替えでまた、で最後に二人とも出てきてくれってやるんですよ、できるかー言って、でちゃんちゃん、はい、でリハーサルはいオッケーってなって、はい、でまあまあそうかこんな感じかと思ってたら、ちょっと休憩入ります、あはい、1時間ぐらい全然始まらない。再開。どうなってんの、もう1時とかもうすぐ2時とかなるでこれ。どうすんのどうすんの。ほな当時その師匠のマネージャーの女マネージャー、女マネージャーが来て、ちょっと松本君師匠に謝ってくれるかな。ありましたそんなの。ごめんちょっと分からへん。何。ごめんちょっと分かれへんねんけど、いや私が思うに、私はもう長いから分かるんよ、師匠は何も言うてはれへんけど、私が思うに松本君のできるかっていうのがちょっと失礼なんじゃないかちょっと待って、ごめんごめんちょっと待って、台本持ってきて台本、もう思いっきり書いてる、できるかできるかね、俺このままやっただけやから、うん、別に分かれへん、絶対そんなんでしょ、怒ってはれへんから、うん、いや私は多分そうやと思う、うん、いやじゃあ100歩譲って謝ってもいいけど、俺多分何のことやと、うん、すいませんなんか言うと、うん、お前何を言うてんねん、うん、アホかって言われて、うん、逆に俺かっこ悪いから嫌やって言うてたんですけど、うんうん、いつまでたっても始まれへんから、うん、じゃあ試しに行くわ、うん、もう他の人もみんな渡してるし、うん、分かったって言うてコンコンって、はい、なんかすいませんでした、はい、って言ったら、はい、もうええねん怒ってたくれまさにできるか、まさにできるか、さんが失礼ですよ。先輩にタメ口でって。だってその後のリハーサルも俺ずっとできますかいな。あんまり怒ってない。あんまり怒ってない。
きます。あ、熊さん。はい。まず、めっちゃ短いですけど。あ、めっちゃ短い。双子玉川のイタリアンレストランで、はい、大山信代さんが注文聞かれて、はい、ペペロンチーノー言うてはりました。出すんかな、もう自分で出すんか。出される側ですか。便利そうだもん。それはじゃあ来るんですから。まあまあちょっとね、初登場ですからね。まあ早めに来たんでね。コントは思いますけど。はい、じゃあ、僕やっぱこういう見た目をしてるんで、やっぱ生活に支障きたすっていうか、ちょっとうまくいかないことがあって、ちょっといろいろ嫌なことがあったんですけど、その芸人始める前の大学生の頃の話なんですよ。で、一人で電車乗ってたんですよ。で、移動してて、そしたら駅で女子高生の集団がね、こう乗ってきたんですよ、ゾロ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 。で、その女子高生たちが、まあしばらく俺の方を見て、なんか、あれ、あそこにちょっと気持ち悪い人いるよってなったんですよ。で、俺見っかっちゃったと思って、なんか、あ、やばいやばい、どうしようと思ってたら、その女子高生たちが、なんか、じゃあじゃんけんで負けた人が、あの人にタッチしてくるゲームしようよ。ひどいな、やばいと思ったら、もうそんな待ってる暇もなく、じゃんけんぽいで負けた人が俺のとこ来て、うわーって言って、うわーってその繰り返しで20連発ぐらいやられて、でもういいかげん俺も怒んなきゃと思って、もう20回目ぐらいの時に、もうちょっとやめてよって言ったんですよ。そしたら俺こっからよだれがたらーっと垂れて、女子校たちがうわーってなって大パニックになりました。女子校たち、女子校たち、女子校たち、ね、女子校たちも言うはおかしいし、はい、ボリュームを操れてない。まあ、おかしかったよね。さあ、これでもうちょっとスッとしたじゃないですか。はいはい、よかった、一、はい、人が住めばね、もうだいぶ気持ちよくいけますから、はい、いきますよ。ですね、はい、東京であんまりないと思うんですけど、大阪って結構ベテランさんと一緒に仕事したりっていうことが多くて、関西ではね、すごい有名ななるみさんが今日出られてるっていうことなので、なんかきっと楽しいお話をしてくださるんだろうなと思って。女性一人のなるみさんがナルトも大好きで見てたので、すごく楽しみです。私はなるみさんです。すごいかましてほしいです。なるみちゃんに非常に期待しておりまして、今日はどれぐらい力を発揮されるのか、ちょっと見ものだなと思ってます。さしさんやったらそんなことさすんかって。滑らんな、滑らんな、滑らんな。東京であんまりないと思うんですけど、大阪って結構ベテランさんと一緒に仕事したりっていうことが多くて、特に私多いんですけど、そのベテランさんと仕事をする中でも一番しんどいのが、旅番組でベテランの師匠たちがゲームしながら誰が一番真のおじさんかみたいな番組があったんですよ。で、メンバーが月亭八方師匠、はい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 、中田ボタンさん、はい、そして桂金枝さん、大木小玉響さん、ザ・ボンチの里見正人さん、これね、はい、で、このメンバーが一個も言うこと聞かないんですよ。それだけでもしんどいんですよ。だからね、ご飯食べるって言ったら、もうカメラ回ってないのに最初に食べて、お前カメラ回ってから食べろって言ったやろって誰かと言うと、熱々の方がうまいやんけとか、シェフの方にこれどうやって料理作ってるんですかって言ったら、横から金枝師匠がこれ入れた方がもっとうまいって料理人でもないのに言い出したり、もうめちゃめちゃしんどいんですよ。朝のホテル何時から飯やから、はい、俺の部屋何番って知らんちゅうことめちゃくちゃ聞かれてくったくたになるんですけど、その中でも里見正人はすごく優しくて、はい、唯一言うことを聞いてくれるんですよ。分かったよ、俺分かったって言って、みんなね、はい、罰ゲームしたりとかしても発泡しようとかやったら、お前なって AD さんに、三四三やったらそんなことさすんかとかね。三四三出ないんですよ。出てたら司会なんですよね。で、まあ
そうそう、だけが唯一私の言うこと聞いてくれて、で、あのいろんな食材とか料理が出て、じゃんけんでじゃあ好きな食べ物をチョイスしようと、で最後あのマサト氏が残りまして、確かあのウニ丼とイクラ丼で、あのマサト氏どっちが好きなんですかって、ウニ丼が僕はすごく好きだと、はい、でこだわりのウニがあると散々語るから、あ、ここはじゃんけん私として振ってくれてると思って、絶対勝たなあかんと、ね、こうルールとしては私が勝ってウニ丼を食べるっていうルールですから、じゃんけんほーって勝ったんです、はい、勝ってウニを食べてその場がわーってなって、はいカットですってドラマサト師匠が、なるみーって呼ぶから褒めてくれるし俺言わなあかんと思って、はいって言ったら、俺ウニ好きって言ったよなって。そこだけはマジや、そこだけはマジや、譲れなかった、おっさんでマジやから、おっさんでマジやから、一番怖い、一番怖い、おっさんのマジや、おっさんのマジはほんまやから、おっさんのマジや、有吉、あの僕ちょっとプロレスがすごく好きなんですけど、大仁田敦史さんのことが当時高校生の時すごく好きだったんですよ。今は本当に軽蔑してるぐらいで全く好きじゃないんですけど、軽蔑って言うじゃない、どうかしてたんだと思うんですけど、どうしてないですか、どうしてたんだ、だから本当に大仁田さんがリング上から水を口に含んでふわーっと吹き出すやつを本当に清水だと思って嬉しそうに浴びてたりしたんですよ。それぐらい大仁田選手のことがすごく好きで、あの高校生の時にうちの町に来まして、それであのその当時ザ・シークっていうアラビアの怪人って言われる本当の悪役と対戦だったんですよ。それでまあそのシークっていうのはそのリン、あの客席をもうこう徘徊してもう客を追いかけ回すんですよ、うん、それで僕ももうね大仁田さんの力にちょっとでもなりたくて、学生カバンでねシークをね叩いてやろうと思って、でシークをねこうブワーンっといったらね空振りしまして、あのカバンの中に入ってた教科書とか全部ブワーっと出たんですよ、うん、それでまあシークはもうそれを見てもうパッと向こう行っちゃったんですけど、僕それ恥ずかしい、みんなの前でこうやってもう教科書こうやって情けなくこう拾ってカバンにこうやって詰めてたら、あのリング上がすごいわーっと盛り上がったんですよ。何かなって見たらザ・シークが僕のコンパスで大仁田を血だるまにしてた。でももう今は全然軽蔑してない。なんでだよ。すごいね。有吉、あの僕ちょっとプロレスがすごく好きなんですけど、大仁田敦史さんのことが当時高校生の時すごく好きだったんですよ。今は本当に軽蔑してるぐらいで全く好きじゃないんですけど、軽蔑って言うじゃない、好きでいいでしょ、どうかしてたんだと思うんですけど、どうもしてないです、どうもしてないです。だから本当に大仁田さんがリング上から水を口に含んでふわーっと吹き出すやつを本当に清水だと思って嬉しそうに浴びてたりしたんですよ。それぐらい大仁田選手のことがすごく好きで、あの高校生の時にうちの町に来まして、それであのその当時ザ・シークっていうアラビアの怪人って言われる本当の悪役と対戦だったんですよ。それでまあそのシークっていうのはそのリン、あの客席をもうこう徘徊してもう客を追いかけ回すんですよ。それで僕ももうね大仁田さんの力にちょっとでもなりたくて、学生カバンでねシークをね叩いてやろうと思って、でシークをねこうブワーンといったらね空振りしまして、あのカバンの中に入ってた教科書とか全部ブワーンと出たんですよ。それでまあシークはもうそれを見てもうパッと向こう行っちゃったんですけど、僕それ恥ずかしい、みんなの前でこうやってもう教科書こうやって情けなくこう拾ってカバンにこうやって詰めてたら、あのリング上がすごいわーっと盛り上がったんですよ。何かなって見たらザ・シークが僕のコンパスで大仁田を血だるまにしてた。でももう今は全然軽蔑してない。なんでだよ。好きでしょ。かっこいいだろ。好き
でいいです好きでいいです悪いわこいつ本物村本、はい、バイキングっていうバイキングありますよ、番組ね、お昼金曜日やらせていただいてて、この後ウーマン村本バイキングの話、おーイエー村本、はい、バイキングっていうバイキングありますよ、番組ね、お昼金曜日やらせていただいてて、うん、でそれ の, あの一発目の、うん、生放送の前日に、うん、なんとかここでちょっと爪痕を残して、うん、面白いなと思わせなあかんと思って、うん、もうありとあらゆるボケを考えたわけですよ、うん、でその時の出演者があの、うん、土田さんがいらっしゃいまして、うん、土田さんがちょうど、昼なんですからこっちに来たと、うん、ね、だからこれはちょっといじりどころというか、うん、いけるんちゃうかと思って、うん、そこで僕はね、あの、うん、考えたのが、うん、土田さん、うん、クビなんですですかとね、で僕の中じゃこれはウケるぞと言うたらボケなんてもう自分のもう腹痛みで子供みたいなもんですから、もうこれはなかなかでっかいいい子に育ちそうな子供できたなと思って、いざ生放送向かいましてね、でまあ雨上がりさんが土田さんに対して、おいどうした、汐留じゃないのみたいなことでバーって受けて、でその時に土田さんが、まあ4月はまあ入学と卒業のシーズンなんでつってダンウケたんですよ、ここやと、ここやとね、もううちのもう組なんですちゃんももうね、もう七五三の格好してもうこう今やか今かと困ってるわけですよ、パパ行きますよという感じでね、で僕はそこで組なんですですかっつったらドーン受けたんです、受けた、めちゃくちゃ受けたんですよ、よっしゃーと思って、ほんでもうその夜もう一人で居酒屋行ってね、ちょっとお酒飲みながらもう携帯なんか触って、あの組なんですでネットで検索してたんですよね、自分の子供の成長の様をね、だネットニュースになってたんですよ、おうちの子供がとうとう新聞にとね、そこに書いてたのはね、土田バイキングでクビなんですと言って大爆笑って書いてたんですよ、はあ、僕が言ったはずやのに、そうやな、僕が腹痛めて産んだ子供が、うん、土田の名字で生活してたんですよ、そういうことやな、養子になってたわけですよ、養子になってたやね、ああこれちょっと待ってくれと、 あれは僕が言ったやつやと、ああね、ああだから僕の子供なんですよね、ああだから今日の方だけでも知ってください、 あれを言ったのは僕なんですうわおおまあ、おいえでもこれはこれ OK としたスタッフさんのせいやと僕は思うんですね。おお、そろそろ。お、あ、お、はい、遅刻の話なんですけど、この後スマップスマップで起きた滑らない話。ここからの放送はアース製薬、NTT 東日本、NTT 西日本とご覧のスポンサーの提供でお送りします。お、あ、お、はい、遅刻の話なんですけど、最近はあまりなくなった、まあ、未だにちょいちょい遅刻しちゃったりする方なんですけど、若き日はもっともっと大きい遅刻がもう乱発してまして、それこそ笑っていいともとかでも大きな遅刻をしたことがあったりしながらですね、本当にある時期もう固まって遅刻が多くて、でしかもここぞっていう時に遅刻してしまうみたいな、なんかそういうのがあって、それこそ古畑任三郎 VS スマップっていうスペシャルのドラマがあった時の田村さんと古畑との本読みの日に、もうこれは最近遅刻も多いしもうやばいぞって思えば思うほど、なんかもう1時間ぐらい遅刻しちゃったりとか、でその時はでも本読みはちょっと少ない遅刻で済んだんですけど、もう入ったらやっぱりもうそんな大きな本読みだし、もうみんな揃っててすいませんって言って席座ってさあって言ったら台本持ってきてないとか、うもうとんでもない空気だったり、もうそのすぐ1週間後ぐらいかな、松田聖子さんがスマスマのゲストで来て歌のゲストで来るって言って、これももう遅刻できない、うん、さあまた起きたらもう出発時間1時間ぐらい過ぎてたりとか、ほんで収録に行ったらさやかちゃんがまだ小さい頃で遊びに来てて、
でさやかちゃんがなんか廊下でそういう時遅刻してるとあんまり中に入っていけない空気あるじゃないですか、うん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 、ほんでこう隅の方でこう一人待ってたらさやかちゃんが来て、なんか今日ね武道館にねライブを見に行く予定だったんだけど行けなくなっちゃったんだってって。まあ僕が1時間ぐらい遅刻したってとかっていうのがあったりしながら、あのスマップスマップのコントで、あの NBA のバスケットの、うん、あのロットマンっていうタトゥーがこういっぱい入ってる人のパロディーのコントをしてて、カトリだからカットマンっていう名前でやってたんですよ。さあそれももうこれはもうやばいと、本当遅刻してあんなタトゥーいっぱいだし超怒って帰っちゃったりなんてしたらもう大変だと、もう超気合い入れてたんですけど、そういう日に限ってでもうバッて起きたら電話鳴って、マネージャーさんで、はい、マネージャーさんがもう超ブチ切れてて、あんたどこにいんの、もうスタジオにカットマン来てんのよって言ったんです。本番本番カットマン来てるの、カットマン寝てた。でも僕の中では、いやいや俺がカットマンだ。そういうタイミングじゃないし、ずっともうスタジオにねカットマンが来てて、ね、中井が全部繋いで収録してんのよ、カットマンと中井が話してんのよ。あんた何やってんの。俺がカットマンだったから俺がカットマン。ありがとうこっちです。いきます。あれじゃん、来た、よかった。毎年単独ライブをやっていまして、で、まあ、当然通常の仕事をやりながら、まあ、一人で全部作らなきゃいけないので、うん、まあ、ライブ前に3週間くらいはもうずっと仕事以外の時間はもう部屋にこもってずっとネタを作っていまして、でもう本当それこそご飯食べてる間もお風呂に入っている間もなんかずっとネタを考えてるんですよ。で、まあ、そんな中唯一のまあ安らぎの時間がもう布団に入って、で寝る直前10分ぐらいもう漫画を読むぐらいなんですよ。ただこれもあの新作だとダメなんですね、うん、新作だと先が気になってやめられなくなっちゃうんで、大体、うん、必ずもう何回も読んだことあって明らかに展開を知ってる漫画じゃないとダメなんですよ、うん、でもそういう生活を続けているもんだから、あのよくもう夢の中でもネタを考えてたりするんですよ。でよくあるのが夢の中ですごい面白いネタを思いついて、で起きてみて思い出してみたら全然面白くなくてがっかりするっていうパターンがまあ多々あるんですよ。でもそれずっとそういうことが繰り返されるから、だんだんもう夢の中でちょっと気づくようになって、あこれ夢だと、でもこれ夢だし、もうどうせこれ面白くないんだって思ってもがっかりしながら目が覚めるっていう、もうそれの繰り返しなんです。である時3年ぐらい前にその夢の中でもうめちゃくちゃ面白いネタを思いついたんですよ。もう本当に面白くて、でそれが結構長めのかなりストーリー性のあるお話で、でもうお客さんも もうものすごい笑って、しかも拍手も起こって、でそれがあまりにもよくできてるっていうことで映画化もされて、でそれが大ヒットしていろんな賞を総なめするわけですよ。でまあちょっと夢の中だからちょっとおかしいんですけど、もうそれがすごすぎてその映画じゃない賞までもうこれにこの映画がもう全部撮っちゃうみたいな、もう日本中がもう大騒ぎになるっていう夢だったんですよ。ではこれすごいなと思って喜んでた途中でやっぱ気づいちゃったんです、あこれ夢だって。ちょうど授賞式の壇上でうわこれ夢だと思って、こんだけもう騒動になってんのにこれ結局夢なんだ、これ今面白いと思ってるのも結局起きたらもう何も面白くないんだと思ってがっかり仕掛けたんですけど、いやこれちょっと待ってと、いやこれは今までと違うぞと、これは夢の中だけどどう考えても面白いし、もう笑いだけじゃなくてもう物語として絶対完成度が高いはずだと、今までとはもうちょっと毛色が違うと、今回だけはこれ目が覚めても映画まではいかなくても絶対面白いはずだって思いながら目が覚めて、でもうちょっともうまだ寝ぼけてぼーっとしてる状態だったんですけど、もうとにかくもう忘れないようにもうメモっとこうと思いながらスマホ出してとにかくバーってメモったんです。でこれメモってる間もやっぱちょっとドキドキしてるんですね、いやこれ今回絶対大丈夫だと思いながらでメモって、でまた二度寝したんです。でそれからまた1時間ぐらい経って起きて、でまた、まあ、寝ぼけてぼーっとしてる状態だったんですけど、あそういえばなんかネタメモったなと思ってスマホ撮ってで見たんです。そしたらもう箇条書きでうわーって思いついたことびっしり書いてあるんですね。で
その内容っていうのが、はい、もうそこに書いてあった順番で言いますと、お尻に尻尾が生えた男の話、うん、名前は孫悟空7個集めると願い事が叶うドラゴンボールを探したりもう言うてもう出るやんブルマとウーロン丸っぽやんか亀仙人の弟子になるかっこクリリンももうですね月を見ると巨大な猿に変身かっ実はサイヤ人、うん、矢印書いてあってだから強いってびっくりマークしたんですでそれからピッコロ大魔王が出てきたぐらいで静かにスマホを置きましたもうぼーっとしてるからよく分かってないですよく知ってるからしたんだろうねもうごっちゃごちゃになって漫画読んで寝るからもうすごいあまりにまあまあね面白い話ごちゃごちゃになる自分のもんだってなっちゃういきますすごい濃いおっ聞きましたどうでしょうかねじゃあこの辺りで大輔いっとこうかなはい、ね、これ半年ぐらい前の話なんですけど、はい、宮川大輔トイレで起きた恐怖体験これ半年ぐらい前の話なんですけど、はい、車でどうしても京都に帰らなきゃいけなくて、うん、で僕一人やったんですよ、うん、で、まあ、昼間に帰ろうかなと思ってでも混んでるしなと思って夜中に帰ることにして12時ぐらいに東京出発したんですよでずっとこう京都に向かって走っててで何回かこうパーキングエリア寄ってで3時ぐらいになったらお腹が痛くなってきて、うん、あちょっとうんこしようと思ってでずっと探してたら、うん、全然パーキングエリアがなかった、うん、でやばいなこれ漏れてまうんちゃうかな思うぐらいずっと行ってたらなんかだいぶ行った田舎のとこに一つこう パーキングエリアというかトイレとなんか自動販売機と、はいはい、っていうぐらいの小さいところがあって、うん、でそこ見つけてそこやと思って行ったらもう車止まってなくてでなんか夜中3時やからちょっと怖くて、うん、これで何やなんかちょっと怖いなと思いながらトイレ入って、うんでそこ誰も言えなくてでシーンとしてるとこでこううんこしてたんですよであ間に合ったと思ってほんならなんかコツ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 ってこう革靴のかかとみたいな音が聞こえてなんか止まったんですよ足音がで何やと思って誰か来たと思ってでもこっちがおしっこする方でこっちが大便3つのとこなんですよで一番手前やってほらしょんべんの音も聞こえへんしめっちゃ怖いで大便に入る音も聞こえへんし あれ何やろこれと思って怖いなって思ってたら急にえぇーって聞こえてもうビッグカーって何やこの音と思ってほらまたえぇーって聞こえるからえ何この音と思ってほんでえぇーって言うからこれ何の音やろと思ってずっと考えてもわからなくてで今変な人多いじゃないですかだから正直猫とかそんなの俺首絞めてんのかなとか変なイメージばっかり湧いてほんでもううんこも出たしもうええわと思ってでまあ流して出て行ったんですよほんでうんこの方を見てもいいひんしおしっこしてるとこも誰もいいひんしえと思ってでこういったまたえぇーって聞こえたから何と思って見たらその革靴履いたおっさんが、うん、ジェルの最後絞っとったんですよだってジェルかいめっちゃ見てたやんよお前のジェルなんで夜中に髪の毛セットすんねんだからこの最後の方のジェルやったやな最後のジェルをへぇ何やこれじゃあ腹立つからグイーに睨んでいったんですよ睨んだジェルかいその人何も悪ないからやるそんな夜中3時頃田舎のとこでグーやるついてからやるやん別にやったってええやんけやったっていいですけど猫や思ったんですからジェルの最後やったいきますあ、やだはい、ありがとうございます
日本の方だけじゃなくて、世界の方にも僕はこの顔は通用するのかなと思うことがありまして、日本の方だけじゃなくて、世界の方にも僕はこの顔は通用するのかなと思うことがありまして、大阪はまあ最近特になんですけど、外国人の観光客の方がいらっしゃって、でよくもう本当になんか珍しい大阪ならではのお店があれば写真撮ったりしてあるんです。でも僕はその仕事だから前を横切らないといけない時もあるんです。でこの間こう写真撮ってた外国人の方の目の前をファッと僕が横切ったら What? っていうだから外国人の方にも分からない外国人の方からしたらちょっとあ何が撮ったよ人か何が人なのか大阪のことなんかもう関係ないぐらい気になるぐらいの見た目をしてまして、で、ある関西の番組で僕にあだ名をつけてもらうと、外国人観光客の方に僕のあだ名をつけてもらうという企画があったんです。で、僕もどんな角度であだ名をつけられるんやろうなと楽しみにしてたら、一人目に声かけた方に英語で僕にあだ名をつけてくださいって言ったら、その外国人の方が Is this face? これは顔ですか。顔に決まってるやんけ。顔じゃない。顔に決まっとるやないか。危うくロケ始まらないところでした。結構きつめの日だな。おもろい企画やな。Is this face でした。かっこいいな。すっごいわ。まだ聞きたいな。よいしょ。おお鉄人。おいいじゃないですか。じゃあもう最後の最後にですね、僕が一体何人に間違われてるかと分かったという話をしたいと思います。自分でも一体何人に間違われてるのか、もう答えを知りたかった。なるほど、ね、自分の中でも、はいはい、まあまあいろいろあったんですけれども、例えばインド料理屋行きましたら、僕のとこだけナイフフォークスプーンだけ出てこないとかあったりとかね。ああなるほど。何食べるの。何回かのスープ僕の分もみたいな。おおみたいな。インド人じゃないと、うん、で、まあ、付き合ってた彼女に、うん、美味しいスリランカ料理があるから一緒に食べに行こうって言った時、なんかもう彼女は美味しそうに食べて、僕だけ汗だらだらかいてるんですよ。何やこれ、ここからないみたいな。でこの彼女の分食べたら味違うんですよ。でどうやら聞いたらスリランカ人用の味にしてくれるんですよ。それ食べれたし、まあスリランカ人でもないかなみたいな。ようやくこれ答えが出た時がありまして、凱旋門賞というフランスで行われる大きな競馬のレースがあるんですよ。それがね、ドバイ行きの飛行機に乗って、そのドバイからフランスに行くんですけども、そのドバイ行きの飛行機に乗ってる時に紙配られまして、なんかパスポートナンバーとか書くやつあるじゃないですか。ほんでそのネームって書いてて、こうなんか名前とかこう書いてたんですよ。で隣のスタッフの人はなんかスラッスラ書いてるんですよ。何やこれって。で僕の方とかはなんかネームは分かるんですけど、他の項目がね、なんかもう分かんないんですよ。何やこれってなって、隣の見てここのスペースがこうで、ってなって、これ何やって、なんで俺の書きにくいってこう見たら、僕でアラブ語書いてあったんですよ。俺アラブ人だよ。リアルで合ってたんや。それそこやったよ。リアルで当てたんや。配られてたんや。はい、そうですよ。ということで以上でございます。皆さん参りましょう。あれ、はい、キムです。ちょっと怒らせていただいてもよろしいですか。あら、はい、夜中テレビ見てたんですよ。なんかこう外国の映像がバー流れてて、はい、でまあここがそのテレビの中のとこで、ネパールだかタイだか、はい、ミャンマーか分かんないんですけど、はい、うわー人と自転車うわー行き来してるんですよ、うん、ところがこの5メーターぐらいの幅だけ工場かなんかの通路になってて、うん、それをトラックかなんか通るとき道をこう遮断しないといけないんです、はい、これ交通をこう止めて、で警備員が3人ぐらいおるんですよ。おっちゃん2人とおばあちゃん1人、あビビビビビビってガラ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 ってこう門みたいなこう、まあ、閉めよるんですよ。ビビビビビビって言って閉めて、まあ、人止まってトラックバー行ったら
またいいとこガラガラって開けはるんですね、はい、開けはったら、まあ、交通が今まで通りブワー行くんですけど、この係の人らの待合室が向こうにあるんですよ、はい、開けた後また来ないし座る開け方逆じゃんこれはやっぱり立たないとわからない、確かにね、これは考えられん小屋移動したらええだけやほやほさほ怒ってたんや、はい、まあ、これも一体誰に訴えかけてんのかよく分かんないですけどねまあまあでもね、いやちょっとね出目がね、はい、そうですね、そうなんですよね、まあ別にね誰が出てあかんことはないんですけどもね、いきます、うわとそりゃもう分かりました、田中ですよ、分かりました、はい、うちのおかんの話なんですけど、はいはい、まあ、すごいおとなしい人といいますか優しい人で、なんかでも想像つくわ、はい、あんまり声を荒げたりしないんですけど、一度だけすごく僕怒られたことがありまして、はい、小学校3年生か4年生ぐらいだったと思うんですけど、夏休みの宿題で工作っていうテーマで、はい、あったんです宿題が、はい、ほんでまあ工作か思いながら夏休みどんどん遊んで、はい、もう全くやんなかったんですよ、はい、ほんでもいよいよ明日始業式や、うん、どうしよう一日しかないなと思って、そうやなんかトイレに空き箱があったからそれでロボットを作ろうと、小学校3年生の僕やから全然わからないんです、でその空き箱がロリエの空き箱やったんですけど、僕ね存在は知ってたんですよ、ほんで一個一個梱包されてるから高級ティッシュやと思ってたんですよほんまに梅干しのあれや一個一個やないですけど、すごい高級なただのティッシュやと思ってて、まあ、これでロボットを作ろうと思って、まあ、夜ハサミ使ってちゃんと胸元にローリーへって書いて前に持ってきた、前に持ってきて前面にトップに持ってきた、トップに分かんないですから、ほんで、まあ、できた羽つけて腕つけてアンテナみたいなのつけて完成や思って忘れたらあかんから、その前の日の晩にカバンとそのロリエマン、ロリエマン命名してマンってボールペンみたいなの書いて玄関に置いといたんです、ほんで朝起きました、いよいよ始業式夏休み終わりました、朝ごはん食べて歯磨いて服着替えて玄関ね行こうと思ったら、その胸元に厚紙が貼られてるんですよ誰やこんなことした、俺のヒーローだぞ、俺のヒーロー誰やこれ、おかんが来て私や相手なんでおかんこんなことすんねん、俺よりやな正義の味方やぞって頭バチン叩かれて正義の味方やって言われたその時は僕分からなかったですから、純粋というかただの空き箱や思って、本当に僕はねいい話だと思いますよ、うん、ちょっと心温まる、ハートウォーミング、ハートウォーミング、純粋な、これはいい話、ありがたい、いきましょう、はい、あ、惜しい、惜しい、じゃあ清水がそっちですよね、僕が下手です、あ、じゃあ清水行きましょう、はい、ちょうど師匠の話出ましたけど、はいはいはい、まあ、小山さんも滑らない話とかでよく、うん、はい、師匠の話されてまして、新人先輩の話、中堅どころにもやっぱ変な人っていうのはまだまだ予備軍としていっぱいいるんですよ、新劇ではね、はい、本当に変な人の集まりです、で僕が変や思ってるのが宇川光一さんっていうひょっとこの顔に似てて有名な方なんですけど、スミルがねギュッと出てる、そうそう、出てる方なんですけど、まあ、この方がね、まあ、癖という括りでええのか分かんないですけど、はいはい、まあ、例えばいろいろあるんですけど、まあ、貧乏ゆすりするじゃないですか、普通やったらもう肩、今メダカ師匠ご存知だと思うんですけど、片足バーンやるんですけど、うん、ウカさんも両足でバーンやるんですよ両足でやってめっちゃ揺れるんですよね、ウカが、はいはい、だめっちゃ揺れるから、いっぺんウカさんが貧乏ゆすりしてる5メートル先におった桑原師匠が、この下は地下鉄が通ってんのかぐらい、ほんまにそんなに揺れる、ほんまに揺れるんですよでもそれぐらい揺らすようなこともあり、そしていろいろ癖あるんですけどね、あと舞台袖でこうやって座りながらいつもこうしてるんですよ、やってるやってる、で意味わかんないです、こんなもん、何してんすかってそれって聞いたら、あ、角切ってんねん言って、僕謎解明するために質問したのにまた新たな謎浮き出てきた、答えになってない、そうなんですよ、いやいや、だから角って何です、いや全然分かんないです、それが一から説明してくださいみたいな、なちょっとお前らには伝わらんと思うんだけど、俺の方にこういうな四角が迫ってくんねんほんでこの四角が俺に当たったら俺死ぬねんって言うんですよ
で、これで当たらんようにするためにはこの四角の角切んねん。ほんならこの四角死ぬねんって真顔の顔して言うんですよ。先輩が、あ、先輩が、あ、そうですかって、まあ僕も後輩なんでもうしゃーなしでダーって聞いてたんですよ。でもう一つ変な癖が、まあまたその袖なんですけど、まあ30秒に1回ぐらいねってやるんですよ。また訳のわからん行動やってるから、何やってんすかって聞いたら、いや、あの体の中の空気出さんとな、俺爆発して死ぬねん。どんな脅迫かんねん。死ぬのすっげえな、このスタオって。だから30秒に1回こうやって俺は体の空気毎回出してんねんみたいな。あ、まあ、でも僕もいろんな癖を見させてもらってたんである程度免疫できてたんで、はいはい、あ、そうすかぐらいで終わってたんですよね。ほんでまあそんな宇川さんと一遍旅行行く機会がありまして、一緒に行かせていただいたんですよ。プライベートで、はい、僕と、まあ、後輩もう一人と、うん、宇川さん3人で行かせていただいたんですけど、うん、まあ、田舎の方に行ったんで、あの古いパチンコがあったんですよね、うん、でまあ3人ともちょうどパチンコが好きやったんで、うん、まあ、古い田舎のパチンコがあって、そのレトロな台が結構置いてあるんですよ。だからちょっとあの売ってみようかみたいな感じで、うん、まあ、3人でバーって売ってたんですよね、うん、今度は宇川さんの台がちょうどあのリーチかかりまして、うん、あ、宇川さんリーチかかったわ、パッて宇川さん見てみたら、うん、めっちゃピッ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 。いや、通常時では30秒に1回のもんが、ほんまに連チャンでピッ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 やってるんですよ。見たことない癖出てるやん。こっちがスペシャルリーチみたいになってるやんみたいな。あ、そうそう。すごいすごいすごいと思って。こんな見たことない新しいやつや思って。リーチの状態でこれやったら、数字3つ揃ったらこの差どうなんねん思って。頼むから揃ってくれて、自分の内でもないですけど、はいはい、めっちゃ願ってたんですよ。そうなんですよ。その台かかれかかれかかれ思ったら、年賀通じちゃんとかかったんですよ、うわかかったもんで、うかさんどんなんやろってパッて見てみたら、うかさんよっしゃー言ってんですよ。いや、そこ普通かい。お前振りでそんなおもろいのにオチそんな普通かいみたいな。あんだけ願った気持ち返せや思って、ビューとかね、なんかあるのかなと思ったら、はい、なるほど。すごいな。ただね、導入の時は怖かったですよ本当に、知らんやつが知らんやつの話だったから。東京のテレビで清水が宇川さんの話するってもう大暴挙ですよ。近頃だと面白い話でいくかなと。いやいや全然いいです。あ、すいません。まあ僕もね、最初滑らない話出させてもらった時は、はい、まず知らんやつが知らんやつの話してましたからね。やっぱりね、松本さんってあの時こんな気持ちだったよ。ご迷惑おかけしました、すいません本当に。さあ行きましょうか。あ、森山、はい、関西地区代表2019年上方漫才協会大賞受賞、見取り図森山慎太郎、芸歴13年目。セットにやっぱ慣れなあかんなと思いまして、そうやね、ずっと見てきたセットなので、うん、カジノバーにしょっちゅう通ってました。これに慣れるためにやめろやめろ、やっぱこの最後のこのジオーディションが決まってから、やっぱなんか起きなあかん、面白いこと起きなあかんと思って、全然興味ないんですけど、おばちゃんたちと囲碁教室習ってみたりしました。昨年の M1 ファイナリストという実力派にもかかわらず、その怪しい見た目が元で日常が非日常となる森山は、滑らない話の宝庫、その武器を引っ提げ発散性を狙う。僕ちょっと見た目通りちょっといかついので、よく勘違いされるんですけど人に、例えば痴漢捕まえたことあるんですけど、警察に渡す時に警察官バー走ってきて僕の腕引っ張ったりとか、あの自分のマンションで不審者出没注意の掲示板に写真貼られてて、それ見たらポスト開けてる自分やったりとか、よう見た目でなんか勘違いされるんですけど、このこれも勘違いから起きた話というのか、この北斗の拳の、はい、あの声優ケンシロウとか、うん、キン肉マンとかをされてます、はいはいはい、神谷明さんっていらっしゃるじゃないですか、はいはい、7、8年前に大阪のパチンコ屋に、うん、そのレジェンド声優の神谷明さんが来店するというイベントがありまして、はい、それもう言うたらパチンコとかスロット好きな人は北斗の拳好きな人がめっちゃ多いんですよ、はいはいはい、だからもうこのぶわー殺到して、うん、そのイベントの内容は抽選で、うん、30番以内を引いたら神谷明さんが直接ケンシロウの名台詞名言を言ってくれるという、
ファンからしたらたまらないイベントがありまして、で僕は当時友達の鉄平ってやつと並びに行ったんですよ。じゃあ鉄平が真ん中ぐらい15番とかそんぐらい引いて、僕が30番以内のギリギリの28か9ぐらいを引いたんですよ。どっちもいけるな、呼んでもらえるなってなって、そのイベントはこの神谷さんがあのスペースに立ってて、ファンたち30人がこう一列に並ぶんですよ。で順番に何かを言ってもらえる。で僕一番後ろの方やったんで、こう列を見てたら、言われた人たちがもう興奮状態で抜けていく、はいはいはい、最高やみたいな。で何かを言われて抜けていく。だんだんこう列が短くなるにつれて、言ってることが聞こえてくる、はいはい、じゃあもう聞いてたら何々って、その人の名前をまず呼んでくれてるんです。嬉しい。何々お前はもう死んでいると言ってくれるんですよ。でちょっとサービス精神旺盛やから、ファターとかもやってくれるんですよ。嬉しい。ほんでそのまた聞こえてきたのが、何々天に帰る時が来たのだと、ファターとかやられてるんですよ。で鉄平の番が来てたと、で鉄平も興奮しながらこの列をこう抜けてきたんですよ。最高や言うて、何言われた言うたら、あのてめえの血は何色だって、あのよく聞いた、ファターってやられた、ええなーって言ってて、やっとこの28、9ぐらいの僕の番が来た時に神谷さん対面して、あ、ではお名前いいですかと言われたので、僕森山慎太郎って言うんですよ。下の名前で呼んでもらいたかった、慎太郎でお願いしていいですかって、分かりましたって。で多分その僕の見た目なのか、そのもうだいぶ言ってストックがなくなったのか分からないんですけど、神谷さんが慎太郎、なぜ子供ばかり狙うのだ何それそれどこの何もしてんの全然ピンとこないセリフ言われて、子供ばかり狙うほんで今までね、みんな拳でワタとかやってたのに、僕だけその時ね、ワタって肘鉄やったんですよ僕ケンシロウの肘見たことないんですよ原作でっていう、なんかこう腑に落ちない話で、はい、面白いな。今回お会いしたいです。新人さんがね、何が来たらいいんですか。大城。兵庫県尼崎市いうとこ住んでまして、うん、出身が。俺も一緒よ、はい、出身。うん、で高校の時ですね、定時制高校行ってまして、はい。でクラスメートに和田っていう、身長150センチぐらいのやついまして、でそいつとですね、昼間は建築現場で。わらと一緒に働いてまして、で現場が終わった後に、親方が僕と和田に日当1万ずつもらいまして、でその後一緒に学校に行ってたんですね。である日ですね、建築現場に5人組の不良の先輩がいまして、で現場が終わった後にもらう僕と和田の日当1万円をですね、貸せ言って取り上げられまして、で学校行くな言ってついてこい言って、僕と和田の1万円でカラオケとか居酒屋とか行って遊ぶんですね、それがもう毎日続いてまして、もう学校も行かれへんしね、ほんである日ですね、その5人組の不良の先輩がですね、真夜中の公園に行きまして、だからベンチでイチャついてるカップルにナイフを見せまして、恐喝してまして、ほんでいろんな公園でやるから逮捕状がいっぱい来てまして、で僕と和田もこれ一緒におったらまずいじゃないですか、友達の家に逃げてたんですね、でその人たちが逮捕されたら学校も仕事も復帰しよう思ったんですよ。で隠れさせてもらってる友達の家に家で和田とちょっと真夜中コンビニ行こうか言って行ったんですね。そしたらコンビニの前にヤンキー車2台止まってるんですよ、その人たちだったんですよ。こらお前らやっと見つけたぞこら言って裏切りやがって、俺らもう逮捕状出とんねんって、ほんと車乗ろお前らっつって、ほんで関西に六甲山っていうのありまして、で真夜中の六甲山の山道をこう登っていくんですね。あ、僕は僕の人生18年で終わんねや思って、ほんで六甲山の山奥にすっごい有名な心霊スポットがありまして、そこの大きな廃墟の前に車つけましてね、で先輩が降りろ言うんさ、ほんで降りて先輩がトランク車のでスコップ取り出しまして、で普段現場で働いてるから道具がいっぱいあるんですね、どうしろお前穴掘れ言うんですよ。でも夏でね、もう汗だくで
ふって掘ってたら、あの先輩がお前穴掘るの遅いんじゃ言うて、カズや言うて、こうやるんじゃっつったら、おっきな穴ができましてね、うわこれ俺全部生き埋めにされんねや思って、ほんであの首まで埋められたんですね。ほなあの先輩があのトランクから凝固剤っていうのを持ってきまして、首の周りグーッてかけて、ふってあのこれぐらいの木を4本こう置いて、あの金槌で釘パン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 って完全に固定されまして、ほんで横で和田が正座して泣いてるんですよ、ふっふっつって、で次和田埋められんねや思ったら、あの5人組の先輩が、おい和田行くぞ言って帰るぞ言って、あの和田連れて帰ってくるんですよ、おい俺一人かい言って、ほんであの和田車乗せてね山降りていくんですよ、おい俺ピンかいみたいな、何やねんみたいな、俺なんかもう俺どないしようかなって、周り真っ暗で何も見えないんですよ、そしたら車が1台上がってきたんですよ、あ、なんやドッキリやビビったかいうやつか思ったんですよ、ほんであの2人組が降りてきたんですね、で1人懐中電灯持ってるんですよ、でほんであのカップルなんですね、カップルが肝試しに来てるんですね、僕はあのすいませんすいませんっつったら、あの懐中電灯持った女の人があの彼氏に今なんか聞こえへんかったって言うほんならその彼氏の方が、お前な幽霊なんかおらんわお前脅かすなやみたいな、僕がすいませんっつったら二人ともピタッと止まったんですよ、ほんであの懐中電灯持ったその女の人が僕をそーっと照らしたんですよ、ほんであの生首のレイヤーみたいな、待ってくれ待ってくれ、いやーって車乗ってブワー降りていくじゃん、待ってくれーって僕ワンチャンス逃したんですよ、うわー 俺最初から助けてくれて騒いとったらよかったって俺なんで俺ちょっと様子見てたんやアホなことしたなーって、もそっからどれぐらい時間経ったんでしょうね、あの左の方から4歳か5歳ぐらいの女の子の声が聞こえるんですよ、お兄ちゃん何してるの、お兄ちゃんって、いてるわけないやないですか、お姉ちゃん遊ぼう遊ぼう、怖い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 、何の話、怖い成仏してくる、お姉ちゃんどんどん近づいてくる、お姉ちゃんお姉ちゃんもうやめてやめてもうやめてやめて、お姉ちゃんあああああっつったら、あの太陽の光昇ってきたんですよ、で女の子の声がシュッて消えたんですよ、で僕は夏で、あこれも脱水症状で死んでまま思って、助けてくれーって叫んだら、あの山彦助けてくれって、あれなんか山彦がおかしい、和田おしろーってやる、和田向こうの山で埋められてたんですよ、和田も無傷ではなかったんや、ほんでちょっと会話してたんですよ、ほんで和田返事せんようになったんですよ、ほんで僕も意識朦朧で、あれもうあかんわ思って、あーってなってたら、軽トラックで作業着着たおっちゃんが上がってきたんですね、でなんかここの廃墟の管理人さんや言って、ほんであのこっち向かって歩いてって僕を発見してくれたんですよ、おい言って、何やおい、おい何があったんや言ったら、いろいろありましたほんとあの軽トラの荷台からあの鉄パイプとかバールみたいなんでここどついてくれまして、バン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 ってもう固まってて、で穴掘ってくれましてね、ほんとあの出してくれて、ほんともう土ほんとあの水筒に入ってるお茶飲めってってあなたは命の恩人ですありがとうございますみたいな、ほらおっちゃんがあのもうあの車乗らへんって、で山降りてな、駅まで送ったるからって、はい、ってバーンバーンブーンって、で僕本当にありがとうございました、あなた命の恩人ですって、あの今あの山降りてるからな、あのすいません一つよろしいでしょうかって、おどないしたんや、あのあと一人埋められてるやつがいまして、って埋められてるまだおんのって、ほんで降りてこれまたこれ上上がってきまして、はい、ほんで確かこの辺から声してたな思って、あのこう上げ車下げて窓で顔を出して、おい和田ーみたいな、お前将来お前映画監督になりたい人やろ、お前の夢ここで終わらすんかいってお前女の子と遊園地行きたい人やろってお前女の子と遊園地でソフトクリーム食べたい人やんけってお前童貞やろってお前まだその前女の子
もう抱かずに死んでいくんじゃって、お前童貞のまま人生を終わらすんか聞いてんのかまだ言ったら、セックスしたいって聞こえてきて、死にかけた話です。ちょっといろんなことがありすぎて整理がつかないけどね。おもろい。いや、いろんなことがありすぎて。はい。びっくりしました。まだまだなんかありそうやね、君。ああね、まだあります。すごい。はい。すいません。期待するわ。じゃあ。いただきます。ほら、え、まあこういうことありますよ。これはもうこれぐらいはありますから、もうしょうがないです。ちょっと前に営業がありまして、うん、ほんでメンバーが僕らと中川家さんと 8.6 秒バズーカ、うん、まあ、ちょっと一世風靡しました、あのラッスンゴレライ、ラッスンゴレライってすごいこう、まあ、ブームになった、うん、でその3組で、まあ、なんか関東のとあるところ営業やったんですよ、うん、でなかなかこう 8.6 秒バズーカでも共演しないから、うん、袖行ってどんなことやってるのかなと思ったら、まあ、ラッスンゴレライやってるんですけど、うん、照明がすごいんですよ、うん、なんかラッスンゴレライラッスンゴレライと赤とか黄色と光がバババババババーンなってて、下か後ろからもなんかふわっふわっふわっなってて、すごい進化させてるなと、なんか飽きさせない努力というか、ほんでお客さんもふわーみたいに盛り上がってて、すごいフェスみたいな、まあ500人ぐらいのキャパだったんですけど、うわー盛り上がってて、あ、なんか彼らなりにこう関西でもう一回こう盛り上げて進化させたやつをもう今作って、すごい全国とかで盛り上げてんねんなと思って、10分ぐらいピカピカラッスンゴレライみたいな感じでやってて、ほんで帰ってきて、ほんで転換の時に、いやなんかすごいね、なんかそのクラブみたいになってたやんって言ったら、浜やねんっていう方、太ってる方が、いや知らないですと、なんかいつも通りネタやってたら、なんか照明勝手にピカピカピカって叩かれて、赤とか白とか黄色とかのやられて、僕ら普通にネタやってんのになんか勝手に照明さんがアドリブでやってるとか、めちゃくちゃ恥ずかしくて、なんかバババババーみたいになって、いや10分間とりあえず何もいじらんとやったけど、お客さんもそれでフーとか言うてるからもう止められず、とりあえずやりましたみたいな、え、何照明さんのアドリブやった今のってなって、で僕らの出囃子流れたから、あ、そうなんつって、普通に「はいどうも」っつって、僕が「キリンです」って言ったら、なんか白のフラッシュがブワーンって流れて、いや恥ずかしい恥ずかしいってなって、キリンですブワーンってなったんですよ、で「いや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 」ってなって、でお客さんも「フワーン!」みたいになってるんですよ、ほんでそっからなんか僕らもなんかボケたり田村が突っ込むたびに赤の照明ブワーンって泣いてるんですよ、いやいらんいらんってなって、ずーっとなんかその畳みかけのところとかも赤青赤青みたいな、せめぎ合いで勝手にやってるんですよ、誰も頼んでないのに何これってなって、まあ10分間お客さんも盛り上がったし、まあとりあえずええわと思って、ほんで帰ってきた中川さん、レイジさんが「何なんこれ」と、いや僕らも言ってません、こんなこと言えて やれって言ってないんですみたいな感じで、何やねんこれって言いながら出てきて、中川家さんのテンポがすごい早いから、俺さぞかしこれどえらいことになるんちゃうかなと思って、中川家さんがバーって出てったら、もう中川家まで行ったら、なんかしっとり青のピンスポでジャズみたいな照明が出てそこまで行けばもうジャズなんだすごいあったかい光のボワーンとしたまましっとり15分やられて帰ってきたっていう全く僕らがリクエストしてないのにすごいちょっと意外ちょっと遊ばれてる感じ遊ばれててするけどな向こうはよかれと思ってやってくれたんだけどちょっとこれ続かないようにしたいんですけど ね、はい、しょうがないですよね。あるだあら来ました、うん、以前、これ熊本か佐賀どっちかだったと思うんですけども、夜ロケ行って夜ですからやっぱりちょっとこうハメ外したいみたいな、ちょっとこっちの方行こうよみたいな話になったんですね、だからまあちょっとそのコーディネーターっていうか、地元の人がちょっとランパブを、ランジェリーパブですよ、を紹介した、これもうものすごく確率高いっていうか、なんかね、うまいこといけばアフターみたいなこともありえるっていうことで、行こう行こうって行ったんです、そしたらまあ指名できるんですよ、写真で、だからもう一番スタイルのいい僕は巨乳のこの子って言って写真で見てで来たんです、して「あどうも」っつったら「あどうも」ってすげえテンション高かったんですけど、なんか「ちょっと聞いてよ」みたいな話で、なんかねこのなんかナンパブって途中でなんかハッスルタイムとか言ってダンスのなんかあんの踊んのこうお客さんの前とかで、それでさっき1回目のショーが終わったんだけどすんごい怒られて「なんで?」いやなんかお前の踊りは下品だ」とか言って。なんかちょっと下品だからとか言ってすごい怒られたとか言う話してるところ、あそうなんだとか、
もう何も言えないじゃないですか、うん、そうでもないよとも言えないし、だから、あ、そうなんだろう、なんでかな、だってずっと一生懸命やってるのに、なんで私は下品なのかなとか言って、うん、ちょっとこうなんか目に涙が溜まってきたんです、なんかちょっと、うん、一生懸命やってんだよ私とか言って、うん、なんか言い出すんだから、まあまあまあそう言わずにさ、まあまあまあ、みたいな、こっちやらしい気持ちいますから、うん、そうしたところ、うん、それでは始まりますみたいになって、うん、そしたらどっか行って、うん、もう全部トップレス、トップレスで目の前に来て、ここに来てこうバンバン腰をダーッとかいて踊ってるんです。でもパッて見たら号泣してるんですよ。原因じゃないよね。大丈夫、原因じゃないよ。まださっきのこと引きずって引きずって。でもこれでそこが原因だと思う。大丈夫、全然大丈夫。泣きながらハッスルハッスル。しんどいです。ありがとう、ありがとう、勉強になったとか言って。また来てね。なんか勉強に。まあ、ちょっといい話っていや、いい話だね。でもね。まあサクセスストーリーでありますね。ね、あ、そうか、はい。頑張り屋さんなんですよね。頑張り屋さんでした。ただ美味しい話じゃなかったですっていう。まあ、伊集院さん、これはなかなか言いながらですね。で僕は、円楽師匠の話、僕あの実は三遊亭楽太郎の弟子なんですよ。もともと落語をやってて、で落語リタイアしてこっちの世界に来たんで、はい、その博士の殿に当たるものがうちはこう楽太郎のさらに師匠の円楽師匠なんですよ、はいはい、やっぱりもう近寄れるもんじゃないでしょ、恐れ多いんですけど、こう入ったばっかりの頃は僕はこう前座って落語界でやらされて、はい、こう普通に最初出てきて前説があるに軽い話をするのもそうなんですけど、例えば師匠が座る座布団を講座の上にこうやって置いたりとか、めくりを返したりとか、あと鈍調の開け閉めとか、あのあと開演ベルとか閉演ベルとか全部やんなきゃならないんですよ。で初めて円楽師匠がトリを務める会の前座に入って、もうガッチガチなんだ。でしかもその日円楽師匠がやるっつってる演目がすっごいオチの難しい古典落語で、死神っていう、普通はあの落語終わるとお後がよろしいようでって頭下げますから、そこでどんちょう下ろしてで明かりを消せばいいんですけど、死神って話は唯一特殊な落語で、なんか死神から渡された命のろうそくっていうのがあって、それをこうその主人公が持って、うわ消えちゃう消えちゃうってやってるうちに、いいタイミングで前座がその舞台と客席のライトを全部消して落ちなんです。あ、その主人公死んじゃったんだっていうオチだから、そのオチのタイミングを全て俺がこっち任されてんねや、こっち任せなんです。だからもう観客席と舞台のライトをバッと消すと同時に円楽師匠がこう倒れると、で倒れてどんちょう閉まって終わりで、閉演ベルが鳴って今日はありがとうございました、でもうプレッシャーでガッチガチなんですよこっち。何か一個でも間違えたら俺終わると思ってるから。で円楽師匠ってそういう大きな演目やるときに必ず、あの俺が緊張してると出る前に緊張しなくていいよって言ってくれるんですけど、目は一切笑ってないんですよ。でもううわこれやべえと思いながら、どんどん円楽師匠の出番がこうどんどん近づいてって、それでその前の漫才やった人のそのマイクをかたしたりとか、また円楽師匠が座るその座布団を、座布団もなんか地味だけど裏表があったりとか、そういうの違ってとすっごい怒られるから、きちっと置いて、それで円楽師匠出てきて、その死神って話に入るわけですよ。でもう1時間ぐらいある話なんですけど、もう始まって1分目ぐらいからもう、いつ最後電気消そう、電気消すタイミング俺失敗したら終わると思ってるから、もうずーっともうこう円楽師匠見つめながら、舞台袖で見つめながら電気スイッチ指かけたまま1時間こうなったまま話ずーっと進んでいくんですよ。それでいよいよ最後主人公がろうそく持って、それで消えるよ消えるよみたいなセリフがあって、それを3回ぐらい言って4回目言うか言わないかで押せって言われてるわけですよ。でもこれデリケートなの分かりますよね。なんか完全な4拍子で押したらダメだけど、行きそうなところに電気バチって消えなきゃダメみたいな、それで 3.8 ぐらいだと思いながら、消えるよ消えるよ消えるよ、バチンと押して電気全部消えて、円楽師匠バタって倒れて、完璧なタイミングだったんですよ。ほいでほっとして、今度どんちょう下ろすボタンを、あ、忘れちゃいけないと思ってどんちょう下ろすボタンバンと押したら、俺セッティングの段階で
座布団をかなり前に間違って置いちゃってたから倒れた円楽師匠の上にどんちょうがゆっくり置いてたんです。最終的に円楽師匠の首だけ客席に出てて、マイクを開いて円楽師匠がじゃあバイバイって言って最後英語やん。古典落語初のバイバイ落ちっていう現場落ち、バイバイ、はい、いいですね。あ、宮迫、うちのあのマネージャーの話なんですけども、はい、うちのマネージャーあの国立大学で出てすごい頭賢いはずなんですけども、今吉本そんな前じゃないよ、はい、本当にミスばっかりするんですよ、うん、ほんで怒られるとすぐパニックになるんで、あだ名がパニック吉原って言われてます、ね、吉原って、うん、まあ、前今田さんのマネージャーついてて、うん、名古屋の駅で怒られすぎて気絶したっていうエピソードがあって、そう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 、駅のど真ん中でお前足の速い、うわー倒れたっていうエピソードを持ってるやつなんですけども、本当にミスばっかりするんですよ、うん、で前に台湾の方でロケがあったんですよ、うん、いろんなタレントさんと一緒やったんですけども、それが終わって空港に帰る時にロケバスがでかかったんですよね、うん、でそのロケバスを空港の前に止めてられへんから、うん、一旦これ一周回ってこなあかんと、うん、その時みんなタレントさんみんな寝てたんです疲れて、うん、マネージャー陣がじゃあタネさんのパスポート預かってるんでチケット交換してきますと、うん、わーっと出ていくわけですよ、うん、ほんで出て車バー動き出して、僕うっすら起きてたんで、でうっすらパッと前見たら前に吉原が寝て座ってるんですよ、うん、じゃあお前俺のマネージャー俺のパスポートお前持ってるやんけと、うん、慌てて車動き出したんで、お吉原吉原お前俺のパスポート持ってるやんけ、お前行かへんかったら俺帰られへんけ日本に言うた、あすいませんって、運転手さんが外人さんやったんですよ、うん、でもあの国立大学出てるんで英語喋るんで、よしやら英語は通じるからお前英語でバス止めてもらえ言え言った、分かりましたって英語でなんか言ってるんですよ、でも全然バスが止まらないんですよ、よしやらもうややこしいこと言わんでね、とにかくストップって言え、よしやらストップって、よしやら言った、僕振り返って僕にイエーって言ったんですよ、どっちにつなぐわチャンポンだと思って、何じゃお前、それでも止まれへんし、それでも止まれへんし、ストップへボケほかホームド、はい、2006年の、ワールドカップの時なんですけど、実は2006年のこのワールドカップの時に、パブリックビューイングっていうその見方がありまして、それはあの埼玉スタジアムで、2万、その時で2万5000人集まって、あのみんなで日本を応援するみたいな、はい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 、で、まあ、一人で見るよりもみんなで見て楽しみましょうっていう国歌斉唱に僕が選ばれたんですよ。すごい、あらな、俺見たかも、もうかなり緊張しまして、まず歌手でもないですし、でそれは もちろんあの歌の歌詞も絶対間違えてはいけないですし、リハーサルなんかもう20回30回と一番最初に入ってもう何回も歌って、でなんとか緊張をほぐすようにほぐすように自分でこういろんなことをこうしながら、であとピッチとかもちょっといいですよって言われたんで、自分サッカー好きなんでピッチとかちょっとランニングとかしてやりながらって、まあこんなことって一生できるかできないかのお仕事なんですよ。で一世一代なので、これは一応身内にも全員こう言ってた方がええかなと思って、初めて俺仕事のことでおかんに電話したんですよ、あのお姉と。ほんで実は俺国歌斉唱を歌うことになったと、でもまあテレビ中継とかそういうことはないんだけど2万5000人の大観衆の前で俺一人が歌うことになった、すごいなと、純ほんまにお前はもうほんまよう頑張ったと、でおかん的にももう嬉しいと、めちゃめちゃ嬉しいから頑張ってくれって言うて、でその本番を迎える、その1時間ぐらい前にお姉の方からメールが来まして、純が一生懸命頑張るんなら私たちも一生懸命日本応援しますみたいなのに15秒の VTR が月のその社メールで来た、動画付きの社メールで来たんですよ。でそのまあその動画の社メールをこうあのボタン、動画ボタンパッと押したら、おかん、まあ、うちのおかんってあの皆さんご存知の通りパンチパーマ当ててるんですけど、3センチないぐらいな感じなのにまださらにパンチパーマ当ててる全体的になんなんやな、今日で言うと多分3番目に短いぐらいな感じ、木村さん、木村さんって次おかんぐらいな感じで、それはずっと変わってないんですけど、あのワールドカップの日本代表に汗が出ると紐をここにして汗をこう流していくっていうのがあるんですね。
でどっかからの情報でそれを知ったのか、お姉からウィッグを借りまして、それも直毛のウィッグをこれぐらいの束のやつをここにピャーっとつけて、輪ゴム3本ぐらいでそこをパチンって止めて、この状態で動画がスタートする状態だったんです。でユニフォームらしき青の T シャツを着て、もう俺は結構緊張して2万5000人の前で歌うのはあかんのですけど、マジやからね、おかんのこの感じ見たら結構俺はなんかちょっとニヤッとして、あ、おかんもみんな応援してくれてんねや、この再生ボタン押そうと思ってパッと押したら、おかんはあの応援する方で歌を歌うのはお姉がやってるんですね、撮りながら、おそらく。でそれがおー日本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 おい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 っていうのがあるんですよ。みんなでやるんですけど、それをお姉が知ってたから、お姉がこう歌い始めたんですね。で15秒間の間におかんがこの輪ゴム3本にこれをウィッグつけたままこうやってこう揺れ出したんですよ、おー日本って。でもこれ輪ゴムなんですね、だん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 ずれてきて輪ゴムが日本日本日本痛い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 、最終的にウィッグこんななんで、そ途中応援も聞こえんし、痛い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 、それで15秒しかないんでもうこれで止まったままです。めっちゃ緊張ほぐれた。一番ええ感じ。俺なんか見たような気すんねんけどな、テレビでちょっとだけのニュースにバッと河本が歌いましたみたいな感じで出たんですけど、まあ、全部はあの流れなかったんですけど、はい、さあ行きます、行きます。あ、これはもうキムに行きますかね。そうですね、はい、はい、もうあんな緊張感味わうことは今後ないんやろうなという話なんですけども、ここまでの放送は日産自動車アサヒビールとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。もうあんな緊張感味わうことは今後ないんやろうなという話なんですけども、7年8年前ぐらいです、ジュニアが東京来て、まあ、ちょっとしたぐらいの時期で、あの子、まあ、その暇やったんで、みんな仕事も、偏ったりとかしてたんで、結構昼間からずっと遊んでたんですね。これ松本さんと僕とジュニアと3人の時の話なんですけど、まあ、松本さんの車で家集合して、はい、で僕が助手席乗ってジュニア後ろ乗って、まあ、ラーメンでも行こうかと、はい、1時2時ぐらいに、まあ、ラーメン食うて、で、まあ、大体の予定がラーメン食うて、まあ、お茶飲んでなんや買い物みたいにして、で、まあ、晩飯もなんか食べて、まあ、解散しようかみたいな感じが通例やったのね。で、まあ、ラーメン食べてでアイスコーヒー飲みたいな言って、いいですね、サテン行こうか、あのサテン行こうかって言い張る。どこですか、あの原宿のや、うん、原宿の座店、うん、前行ったよ3人でこのメンバーやちょうど、うん、半年ぐらい前かなって松本さんが、あどこですかね、ジュニア分かる、いやちょっと分かんないですね、うん、いやいや、まあまあ近づいたら分かるわ、あそうですか言ってバーッとなんか原宿の駅の横の方のちょっと R がついたとこ、ここで止めてちょっと入ったとこや、思い出したやろ、いやちょっと分かんないですね、ジュニアは分かんないですね、いや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 、来たこのメンバーで半年前、だんだんちょ腹立ってきはって、まあ入ったら分かるわって、目の前に来たらお好み焼き屋さんになってんね、うん、いやこれ今はお好み焼き屋さんやけど前サテンやったんや、分かるやろ、もういや分かんないですね、いや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 絶対おかしいよお前らって、もうちょっとあかん入る言って、お好み焼きさん準備中やねんけどブワー入っていって、従業員仕込みしてるとこでちょっとすいません来い入るおおあんまり変わってへんわ、レイアウトあんま変わってへんわ、ちょっとすいません、ここほらショーケースのとこ、ここほら見よ見、なんかキャベツかなんか入ってる、ここ前コーヒー豆入ってて俺買うて帰った、あこっち週刊誌積んだって思い出したやろ、分かんないっすね、いや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 お前らいい加減せえよ、二人ともっちゅうのは考えられへん、いやちょっと待て、ちょっと店の人聞くわ、ちょっとすいません、ここ前あの査定でしたよね、あまあそんなことを聞いたような、前の査定の人ちょっと連絡取れないですかね、あまああの電話番号一応あります、ちょっとすいません、
ちょっとで電話しますわ、ちょっとで電話かせやしにゃ、はい、電話してなんでやん、ちょっとすみませんけど、あのもし連絡取って、あの連絡ついたら、あのちょっとジュニアに電話するように言ってもらえませんかね。お好み焼き屋さんの大将にジュニア電話番号言え、ジュニアはいって帰ってもうでも出て、もうお茶ないからお好み焼きになってるから、もう乗れ言うと、お前らほんまキムにおいてはやな、こっから竹下通りの抜け道がありますよみたいなこと言って、買い物行ったやないか。すいません分かんないです。いやもうもうええ、お前らもうお前らもうええわアホか、こんなしょうもない怖いや言って、乗れ言って、まあ、車でももうまあ何話すわけでもなく、まあどこ行くかなみたいな感じで走ったら、ジュニアの携帯電話あって、ジュニア出て、あはいもしもし、あはいはいすいません、あちょっとすいません兄さん、あのさっきのお店の人が、おー貸せ車止めて、もしもし、あの松本ダウンタウンの松本ですけども、あの半年ぐらい前だと思うんですけど、僕とあの木村雄一と千原とあの3人で行きましたよね。ああそうですか、あはいはいはいすいません、はい、なんか知らん言うてはるわ、言うてはるわ。いやそれはだって俺らは行った記憶が全くないから、うわどうしようかな、車の中でも片身狭いし、はい、で結局なんかその日はもう晩飯もなんか行く気になれへんみたいな感じもうなんか解散やんみたいなって、もうジュニアと二人で降ろされたっていうか、まあ送ってもジュニア覚えてる、いやない違う多分間違ってあると思うんすよせやだあの勢いやったからなあ言うて家帰ったその日は。ほんで3日後か4日ぐらいガキの使い家で見てたんや。で遠くなってリリースアンジェントルマンバ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 ン言ってダンタンさん出てきはって、松本さんが「いや浜田よ、もうこれ老いというのはこれ怖い、老化というのは怖いな浜田」もう何やどないしたんや、え何やろうって思ってた。いやこの間なキムとジュニアと3人でな、まあ、ラーメン食ってチャイ行こう言うたらな、あの2人が知らんよんねや、ああの時の話してはるわ、何やろうって思って、お腹立った間で話になんのかなって思った。ほんでなもう行ったんや、ここ思い出すわ道歩いてたら言って、お好み焼き屋なってたんや、ほんほんって、ほんでもうお好み焼き屋入って行って、もうほらお前らもう来い言うて、あの時のまんまやんな。ほんでここがショーケース、ここがコーヒー豆置いてあってって言うた瞬間、違うわ今だと山下やって思ったんや。あのコーヒー豆のでもそこでもう間違った言われへんから、ここに週刊誌があって思い出してやろう。いや分かりません、いやいやいや電話番号のくだりも全部あって、ずっとその時もう違うって思ってたんや。それだから前の人の連絡先分かんないですかねっていう時に「分かります」って言われた時「ええー!」って連絡ついちゃう分からんでええのにすごい、ね、それでそっからキムとジュニアにもそんな話一切今日までしてないから7年前7年前あの泣き寝入りですよ泣き寝入りとはどうだよな。ガキ見てたらさらにもうあの時な浜田な、もし思い出したふりしよったらどついだろ思ってたよかったジュニアに電話したことは言うまでもないわ見てた、ね、腹立ったというか悲しかったんですよ。なんか兄さんとの思い出は喫茶店のことでも覚えといてくれよって思ってたそうや途中切れながらお前ら兄さんとの思い出をとか言ってたお前ら兄さんとの思い出をめっちゃ言うてたないです。今さんと山下。いやーしかし滑らんね。すごい。ああこれは滑らんわ。わさて、あきまさん、あきいい感じで。1年ぐらい前の話なんですけど、去年あの相川翔さんが芸歴30周年かなんか で主演の映画を撮るって、その品川が監督で撮った「Z アイランド」っていう、でそれを僕も出してもらってたんですよ。河本も出てたんですよね。でそれで出てなんかいろいろキャンペーンを翔さんと一緒にこう回ってたんですよ。
で大阪でなんかテレビとか出たりなんか雑誌の取材を受けて、ほんで東京に帰ろうか言うて夕方ぐらい の, あの新幹線に乗って帰ったんですよ一緒に。でこう、帰ってる時に僕がこう座ってたら、あの名古屋ぐらい過ぎたぐらいで、宮がちょっとタバコ吸いに行こうよ言って、翔さんが僕のところ行きはって、であ行きましょうかって言うて、その新幹線が古いやつで、であの喫煙室とかじゃなくて席のあるやつやったんですよ。でそこ吸いに行こうってこう僕が先頭でこう歩いて、翔さん後ろでずっと行ってたんですよ。ほんで何号車かわからないですけど、すっごい大きいいびきかいたおっさんが寝たはったんですよ。言うて、ほんでうわだいぶ疲れてるおっちゃんいいなぁ思って、ほんでその号車行ってタバコ吸うて、で帰ったんですよ。でその号車、おっちゃんさっきいびきの人がやはる号車に入った瞬間にまたワーって聞こえてるんですよ。ほんで翔さんが誰だうるせえなみたいなで、あはい、そうですねって言って、ほんで僕こう通りながらそのおじさんのとこ近づいていったら、そのもうガラガラやったんですよ。ほんならこう2つの席をくるっと向けて4つにして、ジャケット脱いで、でそのおじさん結構太ってはったんですよ。でサスペンダーして足伸ばしてカーッて寝たはったんですよ、席に ね。で翔さんうるせえなって言ってはったから、ちょっとねちょっと気になって見たら、よう見たら寿司三昧の社長やったんですよ。すごいよね。ほんでもうカーッてなるから、あ寿司三昧の社長やと思って、で翔さんにうるせえな言ってたら、寿司三昧の社長さんですって言って、で僕横通ったんですよ。ほんで翔さんがその社長の横行って、うん、でやらはるんですよ、うん、え何と思ったら、うん、ほな社長も社長社長ってやってて、ほなあっって言って急にもうバンバンやから、びっくりして立つはってんけども、なんかこんななって、はいはいはいみたいな、急にもう爆睡されとったから、それも結構な力で社長社長やから、はいって言ったら、相川です、また行きますって言うて、ほんで社長も ありがとうございますって言うたんだけど、いやちょっと翔さん待って、起こすと思って、あんだけ爆睡してはるところ何言うんかな思ったら、また行きますで、起こす大した話じゃない、全然大した話しちゃうんですよ。でまた行くから言うて翔さん行きはるんですよ。ほんで僕、いやもうこれもうちょっと翔さんと思って、でちょっと社長もほんまだいぶバーンなってはったから、謝りに行こう思って、あすいませんでしたって言ったら、みたいな。で俺のことも誰か分かったら、うん、で締まり際に見てたらなんか見た、わかりました、何とも言えない、何なんこれ寿司三昧のちっちゃいやつ、寿司三昧のほんまかお前、いやほんまです、ほんまです、もうほんま何なんやろ、ようこそようこそ、世の世のちっちゃいやつや、ほんまです、びっくりしたんです。それは熟睡しててポンポンでされて、相川そうやってまた行きます言われてさって行かれたそんなびっくりしたんです、それで起こすんや翔さん、そういうことっていう話やろ、いやー滑らないっすね本当に、うん、あーおもろさあそろ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 さあ腰が意外と出ないですね、あ、陣内、はい、これ若手時代の話なんですけど、はい、若手の時にね、名古屋で、名古屋の芸人と肝試しロケみたいなのがあったんですよ、うん、そのお寺がですね、うん、人形供養してるお寺で、うん、すごい数の人形がもう、うん、皆さんが持ってくるんですよ、怖くなって、うんうん、それ本当に髪の毛が伸びる人形とか、うん、顔の色がちょっと黒くなって目つきが悪くなってフランス人形とか、うん、そういうの本当にいっぱい集められてるお寺で、肝試しをするっていうロケなんですね、うん、でまあそれも怖いけど一応まあノリでわーってやるじゃないですか、ほんまに怖いんです、その、ちょっと涙流してる人形とかもあるんですよ、でもまあ若手やし一応言われた通りやるじゃないですか、うん、ほんなら住職さんが、終わった後にいやこういうのはお祓いした方がいいですよみたいなことになったんですよ、でも若手なんでそのケアもないんですよね、で人形っていうのはそもそもそういう念がすごく入りやすいもので、子供が可愛がったりしたらそれが魂が全部人形に宿るからちょっとあんま危険ですよみたいな話されたんですよ、でも本当は若手なんでそんなことスタッフもしてくれないし、もう終わったら帰りましょう言って名古屋のホテルに、僕が泊まるホテルに移動してたんですよ、ロケバスで。ほんでスタッフの一人が、陣内さんどこのホテルですかって
言われた時に、あ、どこどこのホテルですって言ったら、ちょっと顔色がちょっと曇ったんですよね、うん、スタッフの人が、うん、名古屋の、うん、あれなおかしいなと思って、うん、何ですか何ですかって聞いたら、うん、僕が泊まるホテルが結構有名な出るホテルだと、うん、名古屋ではもうなかなか有名なホテルなんですよ、うん、いやそんなこともあってこれちょっとでスタッフの人もいやちょっと大丈夫ですかねみたいなことあったんですけど、若手なんでホテル変えてくれなんか言えないんですよ、うん、ましてやマネージャーもついてきてないし、うん、自分一人で行ってますから、うん、で嫌やなと思ってホテルの部屋に入ったらもう案の定薄暗い明かりのちょっともう怖い感じなんですよ、うん、ほんでこういう時ってなんかね、うん、あの額に裏にお札が貼ってやったら、うん、もう幽霊出るからっていうのに聞いたから、うん、その見よう思って、ほんでもう額がね、その額の絵が髪の長い色の白い女の人が裸でブランコを立ってバー越えてる写真なんですよ、そういう絵なんですよ、それがもうその際怖いんですよ、もうほんまうわーなって、移動しろでブランコ立ちこきしてるんですよ、もう普段見るまでもないと、こんなもん怖ったなと思って、もう怖いかも早寝よう思って、あのシャワー浴びて寝よう思ってお風呂場開けて、であのシャワーも古いやつでね、あの赤と青のお湯と水で自分で調節するやつなんですよ、ほんでもうとりあえず赤のお湯のバー出してもその勢いがね、こうブルッブルッみたいな怖いやつなんですよ、ブルッって言えて、ほんで全然あの冷たいままで熱くなるまで時間がかかるんですよ、結構で、あのこの時間の待つのも怖いから、それでビールを買いに行ってシャワー浴びたらビール飲んで寝たろうと思って、でお湯をもう全開にしてビールを買いに行ったんですよ、怖い、もうビール買って一本買って帰ってきたら、お風呂場がドン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 ドド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 ン見てるんですよ、僕も完全にあの髪の長い裸のやつが暴れてる、魂が入ってもうお風呂場で暴れ倒してる思ってもう出たー思って、どうしようもないからもう風呂場バーン開けたらお湯の勢いでシャワーがバーン暴れ倒してるんですよ、ブワーンってブワーン、あのどんどんシャンプーリースなぎ倒して染めよう思って、ものすごい熱湯やから熱くてその日いつもよりぐっすり寝れたって話でそれ聞いてるからその魂が入るっていう、怖い怖かったですね、まあよかった、でもそれでね、何もなくて、逆に何もなくて逃げ出したやろな、それはい、ジュニアちょっと仕事で、名古屋に行きまして、タクシーにね乗ったんですよ、はあ、ほんでプリシードホテルまで言うたんですよ、ほんなら、運転手さんが、何丁目って言われたんです、たまにおる、おかしいなこれ、一応ねお客さんとして乗ってるわけですから、うん、いやちょっと何丁目か分かんないんですけどね、じゃあ行けないねって言われたんですよ、いやちょっと分かんないですけど行けないんですか、うん、だって分かんないからね行きようないよね、えらい喧嘩腰やな思いながら、でも言うててもラッチ開かないんで、もうマネージャーに電話しまして、そのホテル何丁目か調べてもうたんですよ、ほんで4丁目ですと、ほんで運転手さんに「あの4丁目です」って言うたら、あああそこ、いやもうね最近もうカタカナが多くてもうなんだかよく分かんねえんだよって言われて、さすがに僕もちょっと切れてしまいまして、お前の乗ってるタクシーがカタカナじゃーいねもう腹立って、ほんでまあなんとか着いたんですよ、1600円です、ほんで1万円出しました、あの映りないんで一緒にコンビニまで行ってもらっていいですか言って、もうあかんと、ほんで俺はもうお前とこ の親元 の会社に電話するよ言って、ほんで電話番号聞いて、電話して、でいやお前とこになんとかさんっていうこの運転手おるやろと、ほんで客に道を調べさせて礼も言わへん挙句釣りない、どんな教育しとんねん言ったら向こうが、そらいかんですよって言われて、いかんですよやなくて、どないすんねん言うたら、そらねお客さんがきつく言わんといかんですよ、なんで俺に委ねるんだお前とこでやってくれよそれはでもすごいマニュアルがあるんじゃないかな、それ言われたらもう苦情これ以上言いようがないもん、ね、もう一気にクールダウンしましたからするする、いやそれは素晴らしい切り抜け方かも分からんよ向こうの
shattered dream. A symphony of silent screams. In the depths of my hollow heart, echoes of pain, a work of art. I search for solace in the night, but darkness only amplifies the fight. A constant battle, a never-ending war, against the shadows that I can't ignore. Oh, the echoes of pain, a haunting melody driving me insane. A tapestry of sorrow woven tight, forever etched in the darkest night. I stumble through the shattered glass, lost in the labyrinth of the past. Memories haunt me like ghosts in the night, burning bridges, consuming all.